昨年はですね、東日本大震災により多くの人が、悲しい思い、そしてふるさとを追われる状況になり、ね、とても悲しいことがありましたが、改めて心が変えれる場所の大きさ、大切さを実感した年でもありました。誰にも心に浮かぶふるさとがあるかと思います。お聞きください。ふるさと。